きましたね、マリコも。このお化けトンドというか幽霊出そうな幽霊出そうなコンドミニアムが、まあ、今取り壊し中です。配信路はずっと空いてますね。普段中も頑張って空いてましたね。お弁当だけですけど。幸せ、はい、幸せも空いてます今。エゴイストは閉まったまんまです。サッチも準備してると思うんですけどね、まだ開いてないです。でこれ最近オープンした足裏マッサージ、来る途中になんかすごい賑やかなとこありましたよね。結構あの手前のもつ焼きとかじゃないじゃん、なんか結構洗練されてるわけじゃないなんかそう。同じようなのありますね。これ流行ってるな。流行ってるんですね。でも99ペソってまあまあ高い。
これ何これ、これすごいな、なんだろう、なんかちっちゃい鳥、これ内臓じゃないですか。おインサイド、これ何、これだよ、ピッチャロンブラクラ、ピッチャロンブラクラって何、あ、チッチャロン、チッチャロン、あ、ブラックラップって何、バケットブラックラパート、デコリンバラメの、バラム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 、あ、シシオ、シシオ、シシオ、サクタさんが言ってたチキンの、あの、子供、サクタさん、あ、全部食えるっていうやつ、あ、それそれ、これ食べてみる、ちょっとお客さんいっぱいある、あこれ食べてみる、生じゃ食べれないですよね、なんか、ベイビーチキンをあげたやつ、ほらほら、前、サクタさんが言ってたやつかな、見て見て見て、これ、揚げてある、そう、サクタさんが言ってたやつだよね、これね、あ、丸ごと全部食えるよって言ったやつ、そんなの見たことないよって散々言ったけど、ここにありました、いい匂い、シシグ、これ何ついていくの、チキンのこと何でいなさるって言うの、なんか昔のなんか不潔なイメージがなくなってなんか普通になっちゃいましたね。ゴープロって広角すぎるの、普段カメラに当たるくらいだよ、私が、こちらは何で線、何で線ないだよ、ちょっとごめんね、ちょっとごめんね、日本で170ペソでしたね。これ何これ、やらか、和牛って和牛の串焼きだって1本いくら、85ペソ、うん、やらか、うまい、定番のバーベキュースタディスタンスが取れてないから、多分ソーシャルディスタンスが取れてないから、証拠写真、うん、調べてるんだと思います。取り締ま